ル,ルイスはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。身長183センチメートル、体重79キログラム。ポジションはポイントガード及びシューティングガード。インディアナペイサーズで3度の ABA 制覇を果たした。アリゾナ州立大学出身のルイスは、1966年の NBA ドラフト10順目でシンシナティロイヤルズに入団した。 一年目は、オスカー・ロバートソンの控えとして、平均4.7得点を記録した。シーズン終了後、ルイスは、エクスパンションドラフトで、サンディエゴ・ロケッツに指名されたが入団を拒否し、当時創設間もなかった、ABA のインディアナ・ペイサーズと契約を結んだ。ペイサーズでは、ロジャー・ブラウン、メル・ダニエルズと共に主力として活躍し、チームを3度のリーグ制覇に導いた。 特に1972年のファイナルでは、チーム最多となる、シリーズ平均22.8得点5.3アシストを上げて、プレーオフ MVP を受賞した。ペーサーズ在籍中平均16.1得点4.0アシストを上げ、オールスターに2度選出された。1974年のファイナル敗退後、ルイスは、ブラウン。 ダニエルズと共にメンフィスサウンズにトレードされたが、わずか6試合出場した後スピリッツ・オブ・セントルイスに移籍した。スピリッツではエースとして輝きを取り戻し、キャリアハイの平均22.6得点を記録した。3年ぶりに出場したオールスターゲームでは26得点を挙げて MVP を獲得している。ルイズはその後もう1シーズンをスピリッツでプレーした。 1976年、ABA と NBA の合併に伴って、スピリッツが解散すると、ルイスはすでに NBA に加盟していたフルス・インディアナペイサーズに復帰し、1シーズンプレイした後現役を引退した。NBA と ABA を合算した成績は、750試合の出場で、通算12,033得点2,979アシストであった。 ABA 通算11660得点は、史上6位2883アシストは、同4位の記録である。1997年、ルイスは ABA オールタイムチームに選出された。ありがとうございます。